G1 都市県庁所在地対決、山形市、徳島市、佐賀市、福井市。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる77項目は以下の通りです。今回からは人口20万人台の県庁所在地の実力を検証していこうと思います。今回は東北勢相手に強さを発揮した山形市、九州で人口上の都市にも対抗できていた佐賀市、中四国や近畿勢相手に強さが光った徳島市、北陸甲信越で力を見せていた福井市といった過去の対戦してきた印象で、人口比で他の都市より強い実績を持つ都市の実力差を見ていきます。論より証拠の10連戦で実力を見ていきます。1試合目、工業はデータ不足、出生数は福井市が多い、建築物数は山形市が多い、歯科診療所数は徳島市が多い、情報通信業売上は徳島市が強い、製造業従業者数は福井市が圧倒的、福井が快勝、2位は山形と徳島。2試合目、総面積は福井が広い、製造業アラフカ活躍は徳島が圧勝、生活関連娯楽業売上は福井市が強い、昼間人口は福井市が多い、ゴミのリサイクル率は山形と佐賀が多い、人口密度は徳島が圧倒的、福井が勝利、2位は徳島。3試合目、15歳未満人口は福井市が多い、小売業売り場面積は福井市が強い、製造業現金給与総額は福井が多い、建築物数は山形が強い、大型小売店数は福井が圧倒的、1万人あたりの建物火災の少なさは山形が圧倒的に少ない、福井が圧勝、2位は山形。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。福井が3連勝の圧倒的強さの序盤戦、このまま全勝するのでしょうか。4試合目、一般診療所数は徳島が強い、農業畜産は徳島が多い、金融保険業売上は山形が強い、1万人あたりの建物火災の少なさは山形が強い、昼間人口密度は徳島が圧倒的、小売業売り場面積は福井が強い、大接戦を制したのは山形と徳島。5試合目、推薦人口比は福井が圧倒的、小売点数は福井が強い、教育学習支援業売上は徳島が強い、小売業事業所数は福井が圧倒的、地方税は福井が強い、農業講師は佐賀が勝利、福井が徳島に競り勝ち。第5試合終了時点の順位、福井の独走状態、徳島と山形の2位争いは熾烈、佐賀は厳しい戦い。6試合目、製造業有形固定資産は福井、労働実演庁は福井、農業産出額は佐賀、15歳未満人口比は佐賀、運輸郵便業売上は山形が強い、昼間人口密度は徳島、ギリギリの接戦を制したのは福井、2位は佐賀と徳島。第6試合終了時点の順位、2位争いは徳島の優勢が高まっています。7試合目、推薦人口比は福井、教育学習支援業売上は徳島、建築物数は山形、工業はデータ不足、運輸郵便業売上は山形、製造業従業者数は福井、山形と福井が揃い踏みの勝利。第7試合終了時点の順位、山形が一気に徳島に追いついてポイント差で2位浮上です。8試合目、小売業売り場面積は福井、建築物数は山形、教育学習支援業売上は徳島、課税対象所得は福井、製造品出荷額は徳島、小売点数は福井、福井が快勝、2位は徳島。第8試合終了時点の順位、徳島が再び2位を奪還、山形は注意力、残り2試合です。9試合目、大型小売店数は福井、人口密度は徳島、農業産出額は佐賀、果樹地面積は佐賀、
実質交際費比率は佐賀、課税対象所得は福井。佐賀にも勝ち筋あり、快勝の佐賀です。2位は徳島。第9試合終了時点の順位、全順位が確定しました。次が最終戦。最終戦、製造業アラフカ勝ち額は徳島、小売業年間商品販売額は福井の圧勝、昼間人口は福井、農業産出額は佐賀、卸売業重要因数は福井、飲食店数は徳島。福井が勝利、2位は徳島。全10試合の最終結果が出ました。福井市勝ち点26、徳島市勝ち点18、山形市勝ち点13、佐賀市勝ち点8。福井市は8回1位の圧倒的な強さで優勝。徳島市は7回2位の圧倒的な入力を見せつけ、結果も2位。山形市は安定戦に欠き、3位4位が先行してしまい、3位止まり。佐賀市は4位5回と勝ち点が伸びず4位。結果的に立ち位置が似たもの、20万都市対決は人口順となりました。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。